はい、どんどんいきます。と言っても、これで最終日です。よいしょ。はい、三日月さんからご依頼で、ゲームオブスローンズね。ちょっと待って。はい、これで9箱目、10箱目です。よいしょ。はい、よろしくお願いします。切りやすい方を切りますね。全5日間ですね。はい、ありがとうございます。で、今日の夜に届くように、はい、手配しておきます。はい、じゃあ9箱目、まあ見た目中当たり的なところは、はい、結構出てますんで、まあそれ以上のねところが来てくれるといいなと思っております。はい、デュアルじゃないや、書き込み入り。あ、はい、ファイヤーってあなたの人生がファイヤーしてるねえ、はい、リーチかもしれないですよ。ファイヤーですから。来るかもしれない。ドカーンと。お、書き込み、もう一枚。誰だろう。ファイヤーしてくれ。おー、いいっすね。はい。うん。はい。ファイヤートーク。ねえ。はい。いいっすね、トアマンド。はい、もう結局ナイトキングのね、あの奇襲というかもう完全に生き残りましたからね、トアマンド。あ、これパラレルだ。あ、40シリジェイミーでブラン。はい、お、いいっすね、トアマンド。やっぱなんか201ぐらいでこう、201っていうかまあ悪くないですよね。3位2枚中1枚はまあそこそこなみたいな感じで入ってるような感じはしますけどね。はい、親父なんかそんな気はしますよね。トーマンだ、全然ありだしな。はい、トアマンド。ここかな。よいしょ。はい、ファイヤーリーチでしたね。うん、はい、で最後です。スケッチかなんか来てくれるといいんですけどね。でもこれ10箱ケースにしてはかなりいいですよね。まあここの前に飾ってあるメンバーだったら全然ありだし、1、2、3、4、5、7枚、もう全然 OK ですっていうカードは出てますから。はい、じゃあ最後いきます。
ケッチ来ないかな。はい、まずはインスクリプション。誰だこの背景。あ、はい、カラスのおっちゃん。はい、ロベットグローバーさん。カラスリーチかな。はい、インスクリプションもう一枚来ました。誰だろう。ん、あ、はいね、バラシオンのね、実の子なのに。はい、あ、役名書いてあるんだね、シリーン・バラシオン。うん、はい、彼女女王になったらどうなってたのかな。はい、ということで、やっぱりいいっすね。うん、トアマンドもカタログにいますもんね。最上段がちょっと出なかったかな。これとかあるんですよね。まだ見てないんですよね。うん、この辺がポツポツ出てくるような感じですけどね。ジリちゃんもここにいるんですもんね。うん、はい、ブライエニーですね。これ10番。さあ、あと2パック。はい、ラスト。あ、コスチューム3枚目。ほら。すごいね。サンサ、ロブ、あと誰だろう。カタログだとわかんないか。誰だ。サーセイ。はい。うん。これが一番なんだ。コスチュームマテリアル。赤いの着てたの、ガウン着てた時ありましたね、そういえばね。うん、ガウンじゃないか。なんかね、ピチッとしたね、リボンの騎士みたいな着てた時もありましたね。どっかレギュラーにありそうですけどね。はい、ということでコスチュームが3枚出ました。やっぱ箱単位ではあんまり考えてないですね。あ、箱単位っていうかケース単位でこれは考えてないってことですね。コスチュームが3出ましたから、はい、サイン的にはちょっと冗談がいなかったんですけど、あの真ん中あたりのは結構充実してたような感じはします。よいしょ。これも役名ですね。サインと役名を書いて、卵カードレアだもんね。これはいいんですよ、ね、ケースにおまけが入ってる。デュアルがこの2つでしたね。うん、このとこも初めて見ました。門番はリーチでしたね。うん、はい、これとこれ初めて見ましたね。近辺も初めて見た。そうか、近辺来たらデナーリスのチャンスだったのか。なるほど、はい、っていう感じです。でコスチュームが結局3枚出まして、この3人でした。ちゃんとばらけてるから良かったですね。うん、はい、ロブ、サンサ、サーセイで、サインもこの辺、まあ初めて見ましたしね。サイン自体も珍しいかもしれないです。あまり見ない。うん、お姉ちゃんはいいね。ジリちゃんかわいいね。フライはどうして捕まっちゃったのかなっていうな、どうして来たのっていう、ここに来たのっていう感じですけど、はい。でトアマンドはいいキャラですから、写真もいいですね。うん、はい、野人代表ですから。はい、ということで長々でしたね。
卵カードは本当ケースでも出ないぐらいだと思います。はい、こんな感じでした。はい、ありがとうございます。じゃあ最終日のポーカーをやります。はい、参加をします。ワン、ツー、スリー、ノンハンドですね。はい、で10箱目、ワン、ツー、スリーノンハンドですね。はい、まあでも結局5勝したのかな。はい、ですよね。はい、じゃあこちらで梱包して、まあご覧になってる時は月曜日だと思うんですけど、木金土日月、月曜日の夜配達予定にしておきます。はい、ありがとうございました。